三卵地域のお店をご紹介する店番。今回は鯖江市のグリルセピアさんにやってきました。こちらではエビフライやステーキをはじめボリューム満点のメニューを取り扱っているそうですよ。では早速行ってみましょう。鯖江市水落町にあるグリルセピア。1985年に創業し、家族連れで気軽に訪れることができるお店をコンセプトに、ステーキをはじめとした数多くのメニューを味わうことができるお店です。また店内ではお子様連れでも安心で、大人数での宴会なども可能なお座敷も利用することができます。それではシェフの井槌さんにお話を伺います。よろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いします。ではまずなんですけど、お店で出されているお料理のこだわりを教えてください。そうですね、当店では、ステーキをメインにやってるんですけども、その時その時日本各地で取れたいいものを仕入れるように心がけています。またお刺身のマグロに関しましては、築地の方から直送で取り寄せております。そうですね、オープンキッチンになってますので、僕が実際作っているところをお客さんの方に見ていただいて、そして小さいお子様からお年寄り、ご年配の方までゆったりとお食事できる空間に心がけております。個室や宴会場などもあるんですよね。そうですね、だいたい10名様までの個室や2階の大宴会場では50名様くらいまで、大丈夫です。じゃあ女子会であったり忘年会だったり、はい、そのシーンに合わせて、そうですね、はい、使っていただけるということですね。はい、それではグリルセピアさんのおすすめメニューその1、こちらのステーキ丼です。ボリューム満点でとっても美味しそうですね。ご飯にステーキをたっぷり乗せた贅沢な一品。醤油ベースの甘めのタレで味付けしており、ご飯との相性も抜群です。それではいただきます。お肉がとっても柔らかくて美味しいです。かかっているタレとお肉との相性も抜群で、ご飯が進みます。とっても美味しいです。続いておすすめメニューその2、こちらの中盤焼きステーキです。柔らかくジューシーに焼き上げたお肉を大根おろしでさっぱりと食べる一品。一口食べると肉汁が口の中で広がります。それではこちらの醤油ベースのタレにつけていただきます。いただきます。すっごくジューシーですね。で、口の中にもう肉汁がいっぱい広がります。で、この和風タレにつけることによって口の中がさっぱりしてお肉の味を引き立たせてますね。はい、とっても美味しいです。またセピアの2階には50人が収容可能な宴会場も設けており、本格派の洋食でワインなどを楽しむ宴会なども行うことができます。井槌さん、今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは店番取材店ということで、こちらの番組ステッカーを貼らせていただきます。当店では本格ステーキからお子様ランチ、築地直送マグロなどメニューを幅広く取り寄せております。ぜひお気軽にご来店ください。お待ちします。